じっていた。イモイモ、どうしてどっちだもん。イモムシいじめてやる。
れながら天才と。なんだ、またお前か。いや、そのお前だと楽だから。うるさい。ラン知らないか。ちゃんと絵描いてるのか。ランは青の方が好きだけどな。こうやってお前と料理するの何度目だろうな。何でもない、忘れろ。お前まだループのことを考えてるか。いや、それならいいんだけど、お前ループしてるの嫌か。別に私はループしててもいいと思ってるんだ。ランがいて、源がいて、みんながいてくれればそれで。9月になるの嫌だな。お前はこの世界が不満か。ただそれは平野が作った。え、先輩、本当ですか。先輩、結婚してください。私のために味噌汁を作って。うん、却下。女も飯を作ってほしいのですね、え、ミキ先輩。梅干し。ああ、勝手に梅干しが跳ねた。はい、平野先輩にあげる。私がもらおうか。梅干し美味しいのに。あ、アリがついてる。
ウサギを探しているんです。ウサギの足跡と糞が見つかったんです。声を出すな。え？そうなのか？昼間はダメなのか？ああ。そうか。残念だな。夕方になったら来るかな。ずっと前はいました。ご主人様、絵はもう描かないんですか？スランプ？ご主人様、はい、ご主人様、絵の方は進んでいますか？す、絵のことはわからないので応援することしかできません。そういうものですか？スー、お手伝いします。はい。
お腹いっぱい。いやー、これでミキ先輩のバストに近づいたぞ。ご飯食べたら眠たくなっちゃったね。わーい、おやすみ大会だ。ダメだ、朝から寝てどうするんだよ。先輩、寝る子は育つって言うでしょ。絵は寝てても描けんぞ。眠くても描けませんよ。ぐにゃー、あっ、今いいのに。踏みつぶしちゃおっか。どうして？だってどうせ食べられちゃうんでしょ。痛いし惨めじゃん。それだったら人を思いばっさり。平野先輩の影響受けちゃって。却下ですか？参ったな。ランちゃん、どうしちゃったの？